マッスルコーチングの高井です。今日は有酸素運動について全てお答えしていきます。レディゴー。まず有酸素運動とは何か。有酸素運動とは酸素を取り込んでエネルギーに変えていく運動のことです。ちなみに酸素を取り込んでエネルギーにするからこそその過程で脂肪が使われて二酸化炭素として口から出ていったり体液として汗やその他で外に出ていきます。次に有酸素運動を行うなら何分がいいのか。よく20分以上というふうに言われますね。実際は20分以下でも有酸素運動の効果はあるんですが、有酸素運動で脂肪をエネルギーに変えていけばいくほど体重が落ちたり脂肪が落ちたりするわけです。ということはできるだけ長い時間酸素をエネルギーに変えるということを行い続けていれば最も効果が得られます。何分行うべきかに関しては人それぞれになってくるんですが、一つは怪我なく行える時間、その中で無理なく負担なくできる時間、この2つの要素から考えていくと最初は30分程度から始めていくことをお勧めします。次に有酸素運動は何を行ったらいいのか。ランニングとかサイクリングとかスイミングとかありますね。これもいくつかの条件によって変わってきます。もし膝が悪い場合、ものすごく体重が重かったり膝が悪かったりする場合というのはエアロバイクがおすすめです。エアロバイクはジムとかに置いてあるマシンなんですが、エアロバイクを漕ぐ時っていうのは膝に負担がかからずに心拍数を上げていくことができます。そして自分がどのぐらいのスピードで走っていてどのぐらい消費したカロリーがあるのかっていうのも全部デジタルで表示されるので非常に便利です。それと比べてランニングは膝に負担はかかるんですが全身を動かすことができます。足の筋力やお尻の筋力、背中の筋力も鍛えられます。泳ぎが得意な人はスイミングもおすすめです。泳ぎが不得意だと有酸素運動どころじゃなくってその他のことが気になったり呼吸ができなくなったりすることがあります。小スペースで行うなら踏み台昇降ですね。段を上がったり下がったりするやつ、もしくは縄跳び、こういったものがおすすめです。次に有酸素運動と筋トレはどっちの方が痩せるのか。これは有酸素運動の方が痩せます。しかし様々なやり方があって有酸素運動を行って筋トレを行ってまた有酸素運動を行ったり、筋トレ有酸素運動筋トレを行ったり、目的に応じて様々な組み合わせ方が考えられます。次に有酸素運動と筋トレはどっちが先なのか。これも先ほど触れましたが、実はどっちに行ってもメリットというのはあります。有酸素が先な方が良かったり筋トレが先な方がいいメリットというのはそれぞれあります。なので特別なこだわりがなければ自分がやりたいと思う方からやってください。痩せるには結局一番何が効果的ですかという質問、これにはランニングとお伝えしておきます。ただしランニングもめちゃくちゃ暑かったりすごい雨だったり雪だったりすると走ることができません。そんな時は自宅でのエアロバイクを行ったり自宅での縄跳びや踏み台昇降を行ったり、さまざまなバリエーションを持っておくことが必要です。だいたいこのあたりが質問としてよく来ることなんですが、その他有酸素運動について質問がある方はぜひコメント欄に書き込んでください。ちなみに今僕が行っている有酸素運動は毎日7キロ走るということです。この7キロの走り方なんですが、実はできるだけ遅いスピードで走るようにしています。なぜそうしているかというと、まず怪我をしないということがものすごく大事だからです。一回思いっきり走って膝怪我してしまったらもう何日も運動できなくなってしまいます。なのでこれを避けるために一番遅いスピードで走るようにしています。この遅いスピードで走ることによってデメリットは何なのかというと、7キロ走るまでの時間が長くかかってしまうということです。最初に僕が7キロ走った時は1キロあたり10分のペースで走ったので1時間10分かかりました。ただし2回目走った時はできるだけ遅くという感じで走ったんですが、それよりかなり早く走れてしまって
53分で7キロが走れてしまいました。できるだけ遅く走る効果というのは、有酸素運動としてエネルギーを効率的に生み出すということを心がけて行っているからです。これをもし速いスピードで行ってしまうと、有酸素運動ではなく無酸素運動になって脂肪が燃やされなくなってしまいます。そして速いスピードで走ってしまうと怪我のリスクが非常に高まります。遅いスピードで走ることによって毎日のトレーニングが辛くありません。なぜならばゆっくりでそこまで負担にならないからですね。これもトレーニングを長い期間継続していくためのポイントです。初心者の人はどうしても早く痩せる成果が欲しいがために早く走りがちです。早く走ってしかも脂肪も燃えにくい走り方です。その上怪我もしてしまってトレーニングの積み重ねができなくなってしまう。これが一番良くないパターンです。あなたに合った最適な有酸素運動は何でしょうか。マスローチングのチャンネルメンバーシップではあなたに最適な有酸素運動と無酸素運動の組み合わせ方もしくはレベルっていうのを提示しています。自分に合った最適な運動で最適な効果を出していきましょう。以上です。